年末年始の過ごし方に変化が出てきているようです。今県内では楽しく家で過ごすためのアイテムが売れ行きを伸ばしています。背景にあるのが GoTo トラベルの停止、これをチャンスに変えようと勝負をかける人たちがいます。家電を扱うこちらのお店では巣ごもり需要で売り上げが大変伸びていて、こうしたテレビも例年の2倍売れているということなんです。こちらの家電量販店では巣ごもり需要でテレビやブルーレイレコーダーなどの先月の売り上げが2倍に、他にもリモートや家で音楽を聴く需要が伸びたことでイヤホンなどの売り上げがアップしているといいます。こちらがゲームコーナーになります。ゲームソフトは特には人気ですか？そうですね、やっぱり巣ごもり需要が始まってから、もう入ってきたらすぐに商品がやっぱなくなってしまうような状況がもうずっとここ半年以上続いている状況です。ゲームソフトに関して言うと、うちで言えば大体2倍3倍が常に状態で続いているような状況にはなるんですけれども、あまりの人気に店内にはこんなものまで設置されていました。ゲームの在庫状況を今示させていただいているんですけれども、はい、ほとんどやっぱりもう入荷してもすぐやっぱりこうすぐ品切れになってしまうような状況が常にちょっと続いてしまって、ちょっとご迷惑かけてしまっています。特にどういったものがこう人気ですか？こちらの集まれ動物の森とかはずっとやっぱりもう1年ぐらいずっと人気が続いておりますし、ご家族で楽しめるというものと、あと体を動かせる、ここの2つがキーワードになってくるかなと思います。中でも家族でできるゲームや家で体を動かせるゲームは年末年始にはさらに売り上げが伸びると予想されています。その理由が、年末年始において最大限の対策を取るため、今月28日から来月11日までの措置としてGoToトラベルを全国一斉に一時停止することとします。おととい菅総理が発表した GoTo トラベルの全国一時停止です。 GoTo トラベルの停止が年末年始に重なり、家で連休を過ごす人が増えることは大きな追い風となるため、こちらの店では在庫の確保を進め、年末年始に勝負をかける体制です。今 GoTo トラベルが、年末年始全国で中止になりましたけど、それについてはまずどう捉えていらっしゃいますか？そうですね、商売としたら前向きに捉えるべきだと思ってますんで、政府からのメッセージは家にいようっていうところですので、僕らはお客様の家電を取り扱っている商売ですので、その家電で少しでもお客様が明るい話題が与えられるように僕らができることを精一杯しようと思ってます。年末年始の帰省については慎重に検討していただき、皆さんが落ち着いた年明けを過ごすことができるよう、何卒ご協力をお願いをいたします。また今年は帰省がない年末年始になりそうですが、そんな中人気を集めているのがおせち料理です。少々お待ちください、もうほとんどなくて申し訳ないです。もうないんで今探してくれてるんだよ。新型コロナ対策もあるのか、少人数で楽しめる小ぶりなものが人気で、すでに売り切れの品も。帰省ができずに会えない家族に送る人も多いということで、注文数は去年に比べ3割増えました。今年その旅行に行かないという方も多いので、その分ちょっといいおせちをということで、高額のおせちも反応がすごくいいですね。